全能少女ミンクは、立川めぐみ作の少女漫画で、立川の代表作の一つ。後段者の少女向け漫画雑誌、仲良しにて1999年9月号から2002年1月号まで、連載され、連載終了同年の、仲良し増刊号、夏休みランドにて完結した作品。K.C. 仲良しより、漫画単行本全6巻が発刊されている。 連載中においては、主人公の衣装を公募するなどの企画も行われていた。作品内容は、サイバーパンク変身アイドルものであり、いわゆる、魔法少女もののありゅう。それまでに、魔法少女ものでは扱われることの、なかった、サイバーパンクという要素から、その部分が取り沙汰されて評価されることの多い、作品ではあるが、本来のテーマは、人間が、 他者に対して被むる仮面すなわち、ペルソナとアニマのあり方である。従来、魔法少女ものに必要不可欠な、変身という要素を安易に人が用いることで起こりうる、自分ではない自分に、自己の欲望を投影して、結果として、他の存在を踏みつけるという、恐るべき現象に対して言及し、人が変身することの是非を問おうとした作品である。ただ、 立川めぐみ本人にしてみれば、サイバーパンクや芸能界といった、自らに馴染みの薄い知識を駆使せねばならなかったため、結果として体調を崩し、連載中における作品掲載の中断が何度か見られた。このため、体調不良を理由として、仲良し2 0 0年一月号の掲載を最後に、連載が中断されることとなり、最終的には仲良しが、 機関として出す増刊号に完結編を掲載することで作品の終了を果たした。白石ミンクはごく普通なアイドル好きの中学生だった。ある日、友人と一緒に CD ショップに行き、そこで、天内ポップが倒れるという事故に遭遇するの、友人の鳥海真穂子の兄、元春に助けられる。CD を購入したミンクは、早速真穂子と、森山かのかと、 パソコンで音楽を聴こうとするが、それは、パソコン用の CD ロム。しかも制作年は、西暦2099年になっている。中に入っていたプログラムは、ワナ b e という名前の仮想現実上のキャラクターを作るソフトだった。マホシと、カノオハナは、ミンクのパーソナルデータを使い、アイドルのミンクというバーチャルキャラクターを作り出す。止めようとするミンクだったが、最終的に、 アイドルのミンクイコールミンクが出来上がる。しかし、起動させた途端、罠、BE プログラムが半実体化し、ミンクを取り込んで、ミンクに変身させ、番組ロケの現場に乱入させてしまう。かくて、これより、電脳空間と芸能界を縦横無尽に駆け回る、電脳少女の運命が動き出したのである。サイバーセキュリティ立川めぐみ、電脳少女ミンク講談社。 講談社コミックス仲良し、全六巻。ありがとうございます。